マジバディ。なんかロケットみたいな球だな。後半何個か分かれ道があったよね。まあ11番のパーパットもそうだし、さっきのパー5のバーディーパットもそうだし、今のトラブルショット、まあ、あんなの口で言った通り偶然できたけど、あんなの10回に1回だから正直1回できたらいいもん。でもそれがさあるからゴルフ楽しいんだよね。まあそうですね、はあ、これねちょっとねピンまでギリギリだから、ピンの2ピン右からちょっとフックで距離稼ぎたい。あーピンから左行っちゃったよ。乗った？乗ったね。力んだ分引っかかっちゃったね。邪念です。あ、シャンクした。あ、おっとこれはでも分かんないよまだ。これはシャンク、くそーシャンクした。はい、これね俺も一戦目シャンクしたんですよ。シャンクしたよ。60度、30ヤードです。お、先輩優しい。入れれば勝ちだけど、1万発っても入んないよこれ。寄るのだって実況に1球寄るか寄んないかでしょ。うん、ナイスナイス。オッケー、ありがとうございます。ズタボロ負けだ。うまかったね。パッティング。あ、ドミホール。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。ちょっと1年後にリベンジ。お疲れ様です。結構いい試合になりましたね。っていうか僕は何しろ一日楽しかった。楽しました。いや本当に金井さんと回るのも久しぶりだったし、うん、あやっぱりこう金井さんの凄さも出てて、すごい、まあ、お互いのところちょいちょい出ながらいい試合になりましたね。まあ、ありがとうございました。はい、まあ、結果から言うとフォアンド2で私勝たせていただきました。ありがとうございます。まあでも本当にちょいちょいねターニングポイントがいろいろあって、あそこがなとかいうのも ねあったりとかしましたけど、でもやっぱり改めて思うのは56歳11ヶ月すげえ飛ぶ。すげえ飛ぶ。いやでもやっぱりこの僕より13個も上の方にオーバードライブされることって正直そんなないので、僕もやっぱりその学生さんと回ってればオーバードライブされるけど、そのミッドアマとかでオーバードライブされることってほとんどないんですよ僕。でもやっぱり13個上の方にガツガツオーバードライブされるとやっぱすごいなっていうふうに思いましたね。やっぱりだからそのトレーニングだったりとか柔軟の大切さとかをしみじみ感じましたね。どうでしたか、なんかこう。いやいや僕もだからサギちゃんと久しぶりにね、はい、月例とかそういうので毎月会って、はい、おサギちゃんって感じなんだけど、じゃあゴルフってなるとね何年かぶりでやって、はい、そうですね、昔のサギちゃんって言うともうこういうフックボールだったでしょ。まあそうですね、それがこんなとこに収まるようになっちゃったから、あれれれれ、ずいぶんやばいなとかってもう最初からそんな感じだったけれど、はい、いや楽しかったですよ実際。もう僕も楽しかったっすよ。すごい楽しかったし、はいはい、あのサギちゃんの7番ウッドのあの正確性っつうのかな、あ、あの買わさせていただきます。そんな感じでもう7番ウッド、あれすごいねあの武器。
まあそうです ね、まあある程度の幅で使えるし、普通に打つとちょうど230ヤード飛ぶんですよ。だから頑張ってフックで強烈強く入れれば240まで打てるし、かといって擦れば210ぐらいまでの幅で打てるんで、だからまあまあこう1本で2つ分ぐらい、クラブ2つ分ぐらいの距離がカバーできるので、だからいいなってふうに思ってずっとなんとなく使ってますね、はい。だからまあそこら辺でね、今日はそのキーポイントのホールがちょうどサギちゃんの7番ウッドぴったり、そうですね、だからちょうどパー5の2打目とか230ヤードのあのパー3とかね、あれがちょうど7番ウッドのドンピシャの距離が今日230ヤードって残ることが多くて、まあそれがことごとくグリーンをキャッチしたっていう感じですかね、はい。活躍しました、まあ、7番ウッド実力ですよ実力です。いやでもね、そんなわけででも金井さんがどうして飛ぶのかとか、やっぱり道具も意外とこだわってて、あのこうやってちょっとスペックシートを見させてもらうと、あれですね、 G の 425MAX にグラファイトデザイン XC のシャフトをこう刺していて、やっぱりどちらかというとこう、でもやっぱりハード XC だからやっぱりハードヒッターで、僕は先っちょ詰めてます。先詰めしてるんですか？先詰めしてます。これでも普通の人は先詰めをお勧めしないです、うん、多分しならないから、うん、僕は先詰めしてて、はい、で何種類か試したんだけど、その先詰めしてるのが一番自分の中でなんだろうな、曲がらなかったのね。あ、なるほど、はい、曲がらなかったから僕は先詰めして使ってます。これね、あとシャフトの硬さが X プラスってあるんですけど、これ X プラスはね、あのちょっと残念ながら市販品にはなくて、多分 XC のトルクがちょっと絞ってあるとかいう感じのやつだと思うんですよね。だから多分 DI とかまではいかないけど、トルクが多分 2. いくつ台ぐらいのちょっとシャフトじゃないかなって、あくまでもちょっと予想なんですけど、あのそんな感じのシャフトになってると思いますね。でもあとあえてマックス使ってるのはやっぱ方向性ですか？方向性、まあそうですよね、方向性。これね、ドライバー悩んでる方はちょっとね、僕もゴルフ屋やってと思うんですけど、ピンってマジで曲がんないっすあのだから球が上がんないよとか、球曲がるんだって言ってる人は、ね、G425MAX の 10.5 度買ってください。多分まっすぐ飛ぶから、うんうん、おっしゃる通り、そう本当にいいクラブだなと思います。ピンって安くて物はいいから、今うちでも新品クラブ何売れてるっていうと、やっぱテイラーとピンでも、ピンのがやや売れてるかな、うちだと。なのでちょっともし悩んでる方はピンを使ってみてください。いいと思います。マックスシリーズはおすすめ。まあそうですよね、うん、特にフェアウェイウッドで球浮かないよとか言ってる人は、もううちなんかね、フェアウェイと悩んでる人はもう絶対ピン勧めちゃうんですよ。だいたいピン使うと、あ、打てましたとかいう人がほとんどなんで、やっぱりね、今ピンっていいなって思いますね、すごく。あと何ですか、クラブこだわってるところ。やっぱウェッジですか？ウェッジですよね、ウェッジ。ウェッジ、アーティザン、うん、来ましたね、ウェッジ。あ、でもダイナミックゴールド115なんですね。115、あえてこの 130g のダイナミックゴールドにしないのは、あ、アイアンのシャフトになるべく近づけてっていうイメージですね。なるほど、うん、あのアイアンのシャフトってプロトタイプだけど、あれ何グラムなんですか？115っていうセッティングらしい。ああ、なるほど。そうすると合わせたってことですね、はい。でもここがすごい、やっぱり金井さんがすごく頭がいいなって思うのは、なんか日本の人ってゴルフショップやっててすごい思うんですけど、ドライバー70の X 使ったりとか、なんかダイナミックゴールドって 130g の X 使ったりとか結構する人多いんですけど、意外と上手い人ほど S 使うし、上手い人ほど軽いの使ってますよね。あんまりね、身を張らないっていうのがすごい大事だなって思うんですよね。だから僕もロフトはドライバー 10.5 度だし、4番ウッドが 16.5 度、7番ウッド20度で、3番5番って入れないんですよ。3番難しいから打てないんですよ打てないっていうか、打てなくないですよ、打てなくないですけど、本来の性能が発揮するぐらい、なんかクラブをうまく活かしきれないから4番7番って入れてるんですけど、なんか使えないクラブを14本のセットの中に入れててもやっぱり使えないので、やっぱりこう見栄を張らずに使えるクラブで14本きれいに組むと結構スコアメイクしやすいかななんて思うんですよね。ちょっと参考にしていただけると嬉しいなって思います。
でもロフトピッチも50、54、60なんですね。はい。でまあもう一個だ58度もあるんだけど、はい、今日は60度持っている。ああ、これね実はね僕と同じなんですよ。うんうんうん、もう十何年以上50、54、60度なんですけど、はいはい、これいいですよね。そうそう、この、ね、50っていうのが結構肝だと思うんだよね。うん。50。これ50度で何ヤード打ってます？僕はね120まで。120ですか。うん。54で。54で100。60度で。80。80。ああ、うん、そんな感じなんですね。いやでもこれ60度って結構僕絶対入れてる理由があって、飛ばすって番手上げれば飛ぶじゃないですか、はい、飛ばさないって下がないじゃないですか。だから60度だから62度までやるとちょっと難しいから、うんうん、60度って意外とポンって浮いてくれるしいいですよね。いいです。ただ60度ってハンドファーストに打てる人限定だからちょっとねこうやってフェースが返っちゃう人とかはね、うん、ちょっと打ちづらいかもしれないですけど、ローハンデぐらいでハンドファーストにボールが当てられるようになったら60度とかっていいですよね。いいと思います、はい、ただこういう意味でもやっぱりこういう金井さんのクラブのセッティング見ててもやっぱり考えられてやってるんで、やっぱりそういう見栄を張らずにね、そうやって柔らかいの試してみたりとか軽いの試してみたりとか、ロフト立ててみたりとか寝かしてみたりとか、こう技術だけじゃなくて道具でもね結構スコア詰められますもんね。なのでそういう感じでやっぱりこう岡部地さんでクラチャン取って、ランザンでクラチャン取ってって、やっぱりね数々クラチャンとタイトルいろいろ持ってる方なんで、そういう方でもやっぱり年と考慮しながらね、あの多分10年前とセッティング違いますよね。全然違いますよ。そうですよね、全然違う。でもっとだからそれこそ10年前はもっと頭が硬かったのかな頭硬かったからシャフトも硬いの使っちゃってたりしてね。ああそうですね。でももう柔らかくてその道具にあの仕事させてた方が楽だっていうのは、うん、まあ、サギちゃんなんかにもいろいろ聞いてね、うん、教えてもらって、もっと簡単なの使った方がいいですよ、ロフトがあった方がいいですよなんていうのはね、うん、教えてもらって、うん、でやるとやっぱその方が楽だもんね。そうですね、やっぱり肉体がねどうしても老化していくので、はい、どうしても昔のね俺昔があのぐらい飛んだんだって思うなんかイメージはあるけど、でもその分ね筋量が弱ったりとか減ってきた分なんかクラブで補うっていう、なんか素直に受け入れるってことも大事ですよね。大事だと思います。はい、そういうわけなので見ている40代50代の方、クラブをうまく使ってくださいそうですね。でも今日一日本当に楽しかったですね。いやいや本当楽しかった本当に楽しかった。ちょっとまたこれに懲りず、ね、ちょっとまた出演していただけると、いやいや、まあ、ぜひぜひお願いしますありました。でも本当に今日一日ありがとうございました。 ありがとうございました。完璧だよこれ。来た、あこれナイスタッチだよ。うおーすげえ、めちゃすげえ、ナイス。これ多分ね本日の勝敗の分かれ道なんですよ、ここ。お、いいんじゃない、計算通り。いやこれはベタピンだな。ナイスバーディー。はい、ありがとうございます。やばいなこれ、調子乗ってきちゃったなこれ。サギちゃんに勝てますように。うわこれめちゃ飛んだ、これ完璧じゃないの。ナイスバーディー、うん、ナイス、ナイス、ありがとうございます。ありがとうございましたちょっと1年後にリベンジ